まずは緑谷バージョン狙うよ。重心がわからないからとりあえず縦ハメ狙い。これは総登場が軽いですね。だから縦ハメじゃないときつそうです。両アームで持ってもさっきと同じ様になるので、わざと左をバーに当てて右メインで使います。うん、理想通り。今度は左だけアームを入れたいけどそれが難しい。右アームが邪魔しちゃうね。とりあえずさっきより手前にアームを入れていきます。なかなか思うように動かない。もう一度同じ様に狙います。一体どれだけ下重心なんだ。でもこのまま倒れさえしてくれればハマります。押して倒してみます。でももう一度押せば倒れそうです。やっとハマってくれた。ハマりさえすればもうこっちのもんです。とりあえず角度つけてあげます。最高な形。上下重心なので奥を回してあげれば。次は轟バージョン狙うよ。緑谷同様に狙います。やっぱりバー停止させないとダメだね。もう一度バー停止狙います。これは良い感じ。若干右寄せで奥を回して角度をつけたい。右寄せではダメだったみたい。左寄せで奥を回します。完璧な形です。緑谷同様に奥を回します。次は爆豪バージョン狙います。安定のバー停止狙います。理想的な動き。左奥角を狙います。完璧な形ですね。この場合は緑谷と轟と少し狙いを変えます。この形の場合は轟と緑谷は奥の角を回しています。こんな感じに箱の側面より奥を回しています。しかしこの爆豪の形では5を狙うのが正解です。先ほどの轟とは違い、箱の側面にアームを入れます。紹介した2種の取り方の使い分けを解説します。側面回しの時は完全に端に景品が落ちてない時に使うよ。奥回しの時は端に景品が落ちてる時に使うよ。この2つの違いを知るだけでプロ級に上手くなるから、みんな覚えて帰ってね。